明美さん、黒字倒産という言葉を聞いたことはある？初めて聞いたけど、黒字なのに倒産なんてなんだか怖い言葉だね。黒字なら倒産のリスクがないと思っている人も多いかもしれないね。今回は黒字倒産が起こる理由や防止策について解説するね。5分でわかるバックオフィス。黒字倒産の仕組みとは。黒字倒産とは、損益計算書上では黒字の状態でありながらも支払いに必要な資金が不足して倒産してしまうことだよ。商品やサービスが売れると損益計算書に利益が計上されるよね。でも売掛金が回収できなければ手元に資金が入らず、損益計算書とキャッシュにズレが生じて黒字倒産が発生するんだ。なるほど。どんな理由で黒字倒産に陥ってしまうのかな。黒字倒産が起こる理由とは、黒字倒産に陥る主な理由は2つある。1つ目は売掛金を回収するまでに時間がかかる場合、2つ目は不用在庫を抱えている場合。1つ目のケースから説明しよう。例えば手元に現金100万円がある状態で、費用70万円の商品を100万円で売ることができたとする。帳簿上の利益は30万円だけど、売り上げたお金の回収が2ヶ月後だったとすると、売り上げた月は現金から費用を支払い、30万円の資金だけが残る状態となる。売上はないが支出だけがある状態で1ヶ月を迎えた場合、支出だけが重なり手元の現金はマイナス40万円、2ヶ月後には売上げた100万円を手にするけど、前月のマイナス分と支出の支払いでマイナス10万円になる。100万円あった現金が2ヶ月後にはマイナス10万円になるね。売掛金のスケジュール管理がとても重要だと分かったよ。2つ目は不良在庫を抱えているケース。先ほどのケースで考えてみよう。毎月70万円の支出があるけど、商品が売れない時期でも同じように仕入れていた可能性があるね。在庫状況を把握し仕入れを正しく行えばマイナスにならずに済んだかもしれない。本当だね。在庫切れは心配になるけど、売上状況に応じて仕入れないといけないね。黒字倒産の理由は理解できたけど、どうやって回避すればいいの？黒字倒産を防ぐ方法とは、黒字倒産を防ぐ方法は4つあると言われているよ。1つ目の決算書で会社の経営状況を把握することから説明するね。自己資本比率は会社の資本のうち自己資本が占めている割合を表し、自己資本割る総資本×100で求められる。自己資本比率が低いほど返済するお金があるから倒産のリスクが高くなるわね。そうだね。次に損益計算書では売上イコール費用となる損益分岐点に注目しよう。損益分岐点を下回ると赤字になるから注意ね。そして黒字倒産のリスクを最も把握しやすいのがキャッシュフロー計算書だよ。キャッシュフロー計算書では営業活動、投資活動、財務活動のそれぞれにおいてお金の動きが確認できるんだ。営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いたものがフリーキャッシュフローといって、企業が自由に使えるお金を意味するよ。フリーキャッシュフローが多いと黒字倒産のリスクは小さくなるってわけね。二つ目は資金繰り表を作成することだよ。キャッシュフロー計算書と資金繰り表は何が違うの？いい質問だね。キャッシュフロー計算書が過去のお金の流れを示すのに対して、資金繰り表は将来のお金の流れを予測するものだよ。将来のお金を管理することで資金ショートを避けることができるのね。詳細はこの動画を見てね。3つ目は適正な在庫管理を行うこと。資金繰りに無理が生じない在庫管理を心がけよう。4つ目は銀行融資などの資金調達力を強化すること。必要な資金が調達できる体制を整えておくことで資金不足を防げるんだ。黒字倒産を防ぐ方法がよくわかったよ。でもキャッシュフローや資金繰りの管理って大変そうじゃない？クラウドサービスで経営状況をリアルタイムで把握。マネーフォワードクラウド会計は日々の仕分けデータをもとに決算書の自動作成や経営に役立つ帳票の作成もできて、経営状況がリアルタイムで把握できるんだ。すごい。これで黒字倒産も回避できそうだね。今回のまとめです。
ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録横のベルマークをクリックすると通知が受け取れます。見逃さないようにオンにしておいてくださいね。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。